こんにちは、プロドリフチャンネルです。こちら風地草と言います。風の知る草と名前を書くのですが、微風でもこうなんとなくこう揺れてというところで夏の涼しさを演出する植物としても楽しまれているようです。基本は青葉、まあ緑色の葉っぱですが、こちらのように若干黄色み、黄金葉、黄金葉と言われているものでなければ、このように縞の入ったものということで、3種類のタイプの風地草があります。丈夫な植物ですが、時によってはこのように緑色の葉っぱ、先祖返りしたような葉っぱが出てくるので、これは元からしっかりと取っておきます。そうしないとこちらの青葉の方が強くなるので、だんだんと綺麗な布の模様のものは少なくなるので、青葉を見つけたらしっかりと取ってほしいということです。藤原美代子さん。